ハローこんにちは、えー、今回は我慢するという言い方についてやってみたいと思います。今コロナウイルスでコロナパイラスですねで非常事態宣言とか出ていますけれども私たちはいつまで我慢しなければいけないんでしょうか。えー、我慢一般的には大体において3つの日常的な言い方があります。1つ目 put up with 三つの、えー、単語からできています put up with put up with put up with、えー、つなげていうと put up with というふうに聞き取りにくい言い方ですけれどもこれ,らこれはよく使われますそして endure endure という言い方もしますそしてあとは be patient be patient これら3つがポピュラーな言い方かと思います。私たちはどのくらいがコロナバイラスに対して我慢しなければいけないんでしょうか ?How long do we have to be patient for coronavirus? 本当ですね。困りますね。えー、この大きなあトラブル、えー、からあリリースされることを願っています。えー、皆さんも我慢する。put up with. これはちょっと練習が必要かと思いますけれども「put up with endure be patient を」を、えー、使ってみてください今回は我慢するについてやってみましたではまた「see you bye」また言い忘れてしまいました大事な言葉え登録をよろしくお願いします。えー 登録は英語でサブスクライブというふうに言います。えー、よく今あの、サブスク、サブスクっていうふうに言われますが、あれはサブスクライブのあ日本人の言い方でしょうか、えー。プリーズサブスクライブ。プリーズサブスクライブ。で、登録をよろしくお願いしますという意味です。えー、英語でよろしくお願いしますはありません。 えー、日本人の方に、えー、よろしくお願いしますは英語で何て言うんですかってよく聞かれましたがそれに当てはまる英語はありません、えー、まあ,あの皆さん聞かないでください <laughs> よろしくお願いします